はい、どうも皆さんこんにちは、トリセンの学生です。本日ですね、こちらが届きました。今家出ろうと思ったら届いちゃってね、もう急遽動画撮ってます。なんでしょう、開封していこうじゃないか。住所とか書いてないね。カットです。あれ、俺カッター持ってなかったっけ。カッター持ってたら楽に開けるようになる。いやー、とんでもないもんですからね。本当に自分もまさかこれを手に入れる時が来ると思わなかったレベルの商品ですけど、見てください。もう分かりますか。もう分かる人は分かるんじゃないですかね。こちらです。ちょっと出していきます。今回紹介する商品はこちら、コーブレセレクション仮面ライダー電王ベルトです。さあ、さあ、ほんとにほんとに、ま、ほんとな、ちょっと反射で映っちゃいそう。状態良すぎだろ。透明スリーブの割れなし、傷はあるけどほぼなし。マジで透明スリーブの状態がいい。で、待って、これえ新品と思うぐらいのレベルということで、今回はこちらコンプリートセレクション電王ベルトを紹介していきます。こちらはですね、コンプリートセレクションで唯一、その作品、現役作品放送中に発売されたコンプリートセレクションです。確か最終回付近で発売された、ものでございます。もう詳しい説明はですね、見ながらやっていきたいと思います。もう明らかに CSM と違いますからね。パッケージはこんな感じで、コンプリートセレクション電話ベルト、なんたらかんたらなんたらなんたらっていう文字が、白でね、やっております。で、パッケージはサラサラ。ね、もうサラサラ。裏面はこんな感じで、いろいろ書かれてますね。定価は、3万5000。定価3万5000。高いね。高いけど、それなりの価値はね、完璧にありますから。まあ、まだ見てないんだけど、オープンセサミン。おーい、いいね、いいね。お前の望みを言え、どんな願いも叶えてやろう。いやー、もうコンプリートセレクション全部ください。ファイズギアください。で、これをね、いいっすよね。これ、前のアークルみたいな感じでいいっすよね。アークルならここに巨大じゃない、遺跡のね、アークルがあったんだけど。やっぱこういうところで勝ってるよなー。これをめくると、フェイントということでね、またまたフェイントということで発泡シールがあって、これをめくりますと、待って、これ新品じゃないですか。待って、ちょっと怖いんだけど、これ開封するの。ちょっとねで、この透明のやつを外しますと、もうこれも丁寧に扱う、これも商品ですマジで本当に出てくると、電王ベルト半端ねえ。で、説明書、待って、よかった、説明書はかろうじて開封済みだ。よかった、説明書まで開封済みじゃなかったらもう本当にね、待って、開封済みだよね。よかった、これはね、中自分見た、読みたかったんで、開封済みじゃなかったらちょっと焦ってました。説明書を置いときまして、続いて本体いきましょうか。ちょっとこれ取り出すの怖いな。慎重に取り出そう。待って、でっかでっかこれ、皆さん、電王ベルト思い浮かべてください。思い浮かべました？その想像の 1.5 倍は大きいです。でかく想像しても 1.5 倍は大きい。半端ねえ。どうしよう。やばい。テンション上がるな。テンションマックスリラックスだよ。で、ちょっとね、こっち側も取り出しの。うわ。状態鬼良い。状態半端な。マジで？どうしよう。ちょっと、うわい、テンション上がりまくってる。で、ちょっとね、ちょっと一旦ここら辺は置いとかせて。本当に。ちょっとね、どこに置こう、置く場所がない。じゃあちょっと本体ね、袋から取り出していきましょう。いや、ちょっとね、いや、大きさもそうなんだけど、何を言う、待っ
半端ない、どうしよう、やべ、半端ない、半端ない、半端ない、でっけえ、でっけえ、でっけえし、色が綺麗すぎる、やっば、やべ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 、アークルの CSM アークル初めて触った時並みにテンション上がってる。で、見てください、このベルト帯、これ、ね、革の上に、なんつうんですかね、貼ってる、革の上に貼ってる感じなんですけど、これがね、もうほとんど状態がいいのがないんですよ、中古なら。で、こことかが剥げたり、ね、途中がペリペリめくれたりね、するんだけど、これ、鬼クソ状態いいの。こっちも見るけど。いや、待って、これ。完璧ですわ。うん。あのね、もう、あの、電動、コンプリートセレクション電動ベルトが安い理由の多分、方がね、これが悪いんですよね。でも、これ状態いいから、マジで、マジで、マジでやべえ。マジでやばいっす。本当に。どうしよう。言葉が追いつかない。テンション上がりすぎて。これはね、ベルト置いときましょう。続いてね、内容物。こちら。ね、ベルトといえば、ライダーパスも見ていきましょう。ということで、待って、ライダーパスも、これほとんど、待って。ペリペリするのめくってない。新品だ、ほぼ。半端ねえ。半端ねえぞ。おい、半端ねえ。ここら辺はね、CSM と一緒かな。逆かな。CSM が CS と一緒かな。ちょっとね、半端ねえ。まあ値段もそれなりにしたんだけど、新品からしたら安いです。で続いて、待ってください。これ開けてんのかな。セロハンテープ微妙に残ってるけど。開けてんの、そこ開けるの怖いな。新品なんかわかんねえからな。ということで、慎重に取り出したんですけど、カードは、桃太郎、裏太郎、金太郎、龍太郎、普通のなんもないやつっていう感じですね。こちらは、もう、デラックスみたいに光ってないです。コンプリートセレクションみたいな感じです。で、最後に、お決まりのですね、ベルト帯。待って、なんでこれ開封してないの？もう開封しといてよ。これ絶対開封してないわ。もう、状態お肉そいいな。まあでもこれを開封しないと自分装着できないんで、多分この人ね、全ユーザー、発売当時に一回開けて状態確認してから、ずっと倉庫にしまってたみたいなんで、待ってください。半端ないっす。半端ないっす。これね、今ではというか、ずっと今後英語珍しい、ネジ穴でね、ベルトを締めるやつなんですよ。珍しくない？わざわざ裏で調整するときにネジ穴開けて、いろいろしなきゃいけないんですよ。本当に、なんか、CSM って感じしますよね。いや、こんな状態綺麗だと、袋まで丁寧に扱いちゃいます。ということで、早速本体見ていきましょう。こんな感じですね。これ大きさ未だに分かってない人いるだろうな。ちょっと大きさ分かりやすいのは、CSM 版を持ってきました。比べるとこんな感じ。もう親と子かってぐらいね、差がありますけども、マジこれ CSM がですよ。これ CSM がデラックスに見えますよね。そんぐらいやばいです。本当にやばいです。あんまきつく締めないで、さあ、電源オンにしていきましょう。電源、オンです。間違った。電源オンです。いいっすね。これつけない。ほら、よかったね。ね。これは CSM と一緒で、装着したときに、ちゃんと、脱着音が鳴ると。あ、みたいなね。そんな感じです。変身していきましょうか。
みたいな。いやー、まあまあ、ここら辺は普通にデラックスとも CSM ともね、あんま変わりないんですけども、次です。このね、ピコ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 って光るのは当時デラックスなかったんで、これもこの時点で本当にね、すごい、うわ、やべえなって思いましたね。まあ、これね、放送中ですよ。放映中にこれ発売できるんですからね。いや、半端ないっす。本当に。これはですね、アークと違って変身だけじゃないんです。なんと裏のね、このわかります？真ん中のね、あ、一番端か、イマジン憑依モードがあるんですね。イマジン憑依モードを試してみますよ。イマジン憑依モードオン、変身。すごくないですか？こんな感じでイマジン憑依モードがあると。イマジン憑依モードを放送中のコンプリートセレクションで再現するっていうね、伝言人気が伺えますね。いや、素晴らしいっすね。素晴らしいっすわ。素晴らしいっす。素晴らしいっすわ。これね、CSM とかと違って放送中に撮ってるね、声優さんのバリバリ現役の声なんで、これが本物決定版じゃないですかね。そんなん勝手に思っておりますけども、ちゃんとね、必殺前に声があるのと、キンタロスみたいに必殺後にね、ちゃんと決め台詞を言う、そういうのもちゃんと分けられております、タイミングで。素晴らしい。てな感じなんですけどね。で、今ので全ての機能終わりと思いきや、なんとなんとですね、なんとなんとガングルは画期的な、これね、真ん中のボタン見てください。音量のボタンありますよね。これを上に上げますと、上に上げました、上に上げた状態で音をしますと、うるさい、うるさ、うるさい、うるさい、うるさい。てな感じで、ガングで音の大小がある素晴らしい画期的なガングなんですよね。今のガングでそんなんないっすよね、音の大小を設定できるとか。まあ僕みたいにアパートに住むね、あんま夜中大音量で遊べないよって人は、さっきみたいな音量小で、楽しめばいいんじゃないんですかね。本当に素晴らしいですね。いろんな場面をね、配慮して疲れております。ちょっと早速ね、装着していきましょう。これね、自分音声とかそこまで楽しみじゃなかったんですよね。楽しみだったんですけど、まあ音声はほぼ CSM でもう保管されてますんで、まあ、CSM の先に持ってるものからするとそこまでね、ないという。でもね、違うんですよ。違うんですよ。見ていきましょう。どんぐらいだ、マジで聞けるのめんどくさい、マジ
げつけるの難しいこれ。穴まず通すでしょ。通してこっちも通すんです。あ、やばい、もうこれ状態がうんこだと適当に出し出しするんで、あーほらもうこんだけできなくて、あー分類値伸びた。本当に状態がうんこの方がいいですね、個人的には。てな感じでこれがね、電語グレードの完成形です。こんな感じです。おーっと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 、うるさいうるさいうるさい。あ、鳴ってる途中にもう音量調整できるんですね。素晴らしい。みんな、行くよ。待って、これ半端ねえっす、半端ねえっす、大きさ半端な、めっちゃフィットする。ここでアークルと比べてみましょう。アークルと比べるとこんな感じ。ねえ、これデラックスじゃないっすよ、両方。両方 CS ですよ。やばくない？これあのただでさえでっけえアークルとね、戦えてるんですから大きさで。そんぐらい大きいっす。これみんなに見てほしいな。これみんなが触れる場所に置きたいな、この電話ベルト。はい、皆さん気になってるであろう。ライダーパスの大きさのね、違いはこんな感じ。後ろが、CS で、前が CS です。本当に、本当に一回り違うぐらいです。本当に。もう中はほぼ一緒。どっちがどっちか分かんないでしょ？うん。ですが、カードにね、大きさの違いはないんです。こっちが CS、こっちが CSM。CSM はね、裏が黒で、こっちはデラックス仕様となっております。これどっちが本物なんだろう？ちょっと自分分かんないかもしれない。どっち本物なんだろうな。まあ当然なんですけどもね、デラックスはつきません。こんぐらい大きさ違います。見えます？こんぐらい違うんです。はい、ケイタロスもないですし、まあもうこれ以上展開はないんですけども、本当にね、もう置いとくだけの、置いとくだけでも素晴らしいベルトですね。まあレインボー造形企画さんのアークルみたいなもんです。大きさで驚く、大きさとかクオリティで驚く、本当に大人のための変身ベルトみたいな、そんな感じです。もうここの次元まで来たら本当にそうですよね。大人が楽しめるベルトです。ということで本日紹介しましたのはコンプリートセレクション電動ベルトでした。ということで本日紹介しましたのは CS 電動ベルトでした。現在、まあ現在っていうか今後これから状態のいい電動ベルトはですね、本当に入手しづらい状態になっておりますので、まあ、全部ね、ベルトとかがめくれてたり、剥げてたり、そういうのばっかなんで、本当に状態のいいっていうのは、本当にね、見つけることが難しい状態となっております。まあ、実際に自分の目で見たりしないとね、わかんないですからね。今回自分、某フリマアプリで買ったんですけど、まあ、状態がいいっていうことでね、ちょっと高い金出して買ったんですけど、まあ本当に状態良かったです。自分は、まあ、相場より高かったんだけど全然満足です。まあ状態が安いのでね、探したらいくらでもありますので、状態なんで多分探したらこれ1万円台で買えますから、うん、まあまあまあ、ぜひね、大きさを体感したい方は1万円台でもぜひぜひ買ってみてはどうでしょうか。ということで本日紹介しましたのは CS 電動ベルトでした。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければこの動画のグッドボタン、さらによろしければチャンネル登録ボタンを押してください。押してくれないとあれですからね、あれですよ。ということで私の次回の動画をご期待ください。バイバイ。